キヨのときめきメモリアル。ガサイ。録画開始って言うな。何しよっかな。とりあえずデート、初手デート誘っちゃおっかな。ちょっと初手デート誘ってみていい？一回。ちょっと待って、やめとく聞こうとしてる俺。やめろが聞かない。ケータマ初手やめとくやめろケータマ、いやだってさ、前回俺のことを名前で呼んでくれたんだよ。お前さとかじゃなくてさ、君とかでもなく、ちょっと初手行ってみていい？初手俺いける気がすんだよね。ケーキ漬けに、ケータマにケーキ漬けに、ケータマ、あ、葉月くん、キヨコだけど、デート、え、文化祭準備期間にデート、9日で文化祭楽しくて10日、そうだよね、文化祭準備期間にデートさされるのはちょっとうぜえから、準備しろって全員が思うから、文化祭が終わる、楽しい文化祭が終わった次の日にデート。何、最高じゃん。どこに行こっかな。文化祭打ち上げデートだな。疲れてねえのよ。お前高校生の体力なめんなよ。高校生って最強だと思ってるから俺。あいつらって化け物だぞきっと。特にギャル。高校生のギャルってえぐいと思うよ。体力も何もかもが。あいつらのメンタル異常だからな。もう今ギャルって言わないのかな。ギャルって言わないのかな。プラネタリウム。リベンジプラネタリウム。リベンジプラネタリウム行く？リベンジプラネタリウム行けるか？成功させる。リベンジプラネタリウムで行く。好感度は確実に上がってる。ケイタも好きだもんね。11月10日に、プラネタリウムに、行かない？ケイタは？頼む。しかも今日は、そう、2002年10月20日、俺の活動記念日なんだ。ケイタも記念日に断るなんて俺傷ついて、もう起き上がれなくなっちゃう。病んじゃう。インスタのストーリーで小文字で悪口書いちゃう、ケイタマの。別に。あっ、あぁー、ケイタマ、行って。来た。来た。はい。はい、もう俺のものになった。これも一応インスタのストーリー更新しとこう。来たーって、来たーって書いとこう。じゃあ、うん、11月10日に駅前広場で待ってるね。別に、来なくてもいいけど。あ。やった。早く11月10日にならないかな。はい。はい、もういただきました。もう俺の今日のときメモはね、この後何が起きても、どんなことが起きても心が折れることはない。もらったー、もらったー、完全にもらったー、ケイタマー、ついにケイタマをもらったな。で、ケイタマは何あげるんだっけ。ケイタマって芸術あげといた方がいいって言ってなかったっけ。確か完成、待って、ストレス高いか。俺この格好でまだデートしてなくない、確か。じゃなかったっけ。俺さ、この格好でさ、まだデートしてなかった気がするんだけど。学力上げます。で、ストレスも、あ、やばい、ストレス上がってる、やばい、ストレス上がってる。多数決の結果、今年の文化祭の出し物を喫茶店に決定しました。はい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 、私バイトの経験があるんで、喫茶店に関しては任せてもらってもいいですか。すいません、喫茶店に関しては私が詳しいんで、他のやつ出しゃばらないでもらえますか。2週間後の文化祭目指して頑張りましょう、はい、委員長ありがとうございます。よし、がん、やる気出せ、拍手、パラパラの拍手やめろ、かっこつけんな、男子生徒どもが。なんなんだろうね、あの高校生男子のさ、あー俺全然興味ねえ、やる気ねえからみたいな、あの感じのやつ出すやついるじゃん。なんなんだろうねあいつら。で、日曜日になったんで、今出かける必要はないと思うのよ。服はこのまんまでいいと思うの。ああ、準備があるんだ。
なるほどね、準備があんのか。でもまだストレスは80だったよね確か。まだ大丈夫。いや、じゃあちょっと準備するわ、一回見たいわ。あ、ストレス上がんね。準備まだしていい気がする。準備成功させないといけない。はっ、え、なになになに、大丈夫？なんかストレスでさ、大丈夫？キヨコ？キヨコ大丈夫？外の空気でも吸ってこよっとって、なんかこの感じタバコ吸うんじゃないか、キヨコ。お前タバコ急に急に法律を破ろうとするキヨコあれ、あそこにいるの誰？聞いてる。今年は母さんも向こうだって。ケータマ？古、ケータマのスマホじゃない、その時代なんかいいな。なんかスマホじゃない感じの古さ、よくない？なんだろう、Jフォン使ってんのかなこれ、ボーダフォンの前の。大丈夫、こっちはこっちで楽しくやるよ。仕事うまくいってるんでしょ？あら、お母さん思いなのかな、ケータマ。いい子なのかな。え、女？ケータマ、じゃあなんでデート OK したの？いいよ、いつものことだし。ケータマ？ごめん、そういう意味じゃ。ケータマ？何喧嘩してんの？いつものことだし。でも謝ってる、ケータマが。とにかく気にしないでいいよ。あ、父さんもね。ほう。じゃあもう切るよ。あ、え、うん、いや絶対そんなことはない。普通に考えて女なわけないだろ。普通に考えてここでケータマが女の電話してるわけないのよ。女か女かって付き合いたての恋人え、今何、誰誰、他の男みたいな誰、女でしょってお前他の女と連絡取ったんだろみたいなさ敏感。ケータマ気をつけて。ケータマ、キヨコよりね、うちの視聴者が一番敏感だから、うちの視聴者一番敏感だから、すぐ電話してたら相手が異性なんじゃないか、私に以外他に女がいるんじゃないかってすぐ疑ってくるから、ケータマうちの視聴者気をつけて。もうすぐ裏切った裏切ったって言ってくるから。は、葉月くん、あれ、お前か。またお前って言われてる。キヨコって呼んで。今のもしかしてお父さん？聞いてたのか。ごめん、盗み聞きするつもりはなかったの。あ、ごめんなさい、キヨコじゃなくキヨが出てしまいました。ごめん。でも葉月くん、家族の人と話してるといつもと印象が違うんだね。そうか。うん、優しそうだった。うん、なんかいい子っていう感じで意外だった。あれ？照れてる？そんな姿も可愛いね、ケータマ。ねえねえ、ケーって呼んでいい？ちょっと寂しそうにも見えたかな。考えすぎだろ。ほら、行くぞ、文化祭。いろいろやることあるだろ、お前。なに？ちょっと笑ってた今。ちょっと笑ってなかった？ケータマ、はい、皆さんお気づきかと思うんですけど、ケータマは完全に私のこと気になってます。完全に気になってます。ケータマは明らかにわかる。ストレス一旦下げよっかな。これいつまで文化祭の準備があんだ。これはなんだっけ、誰の誕生日、氷室先生の誕生日。俺はいいのか、ケータマと氷室先生を天秤にかけて。氷室先生は振られたリウムのトラウマを克服するためにプラネタリウムを用意してくれたんだ前回。俺は裏切っていいのか。今これ脈ありで来てる感じはするんだよな。一回ちょっとストレス、俺なんか80までは大丈夫とか言う割に俺気になっちゃうタイプだから下げるね。だいぶ下がった。準備します。まだ準備します。あ、そういえば明日って氷室先生の誕生日だ。プレゼントどうしよう。いやー、俺はいいのか、その他の
これはいいのか、これ良くないと思わない？ケイタマがダメだったら氷室先生に行こうみたいなさ。でも絶対こんなの現実的にあるから買いに行こう。早速プレゼント買いに行かなくちゃ。クソ女。クソ女。何を買おうかな。愉快な算数宿題ジュラルミン製マネー。絶対これ、絶対これじゃん。何宿題って。愉快な算数とさ万年筆がさ同じお金っておかしくない？まずそもそもこれおかしくない？この万年筆偽物だぞ。お金かかるし、お金はケイタマだけに通貨を。プレゼントもちゃんと用意したし、明日は頑張って渡すぞ。うん、氷室先生。キヨ、どうした？はい。宿題。何の、絶対怒られる。宿題ってどうやって手に入れてんだよ。あの、これ誕生日のプレゼントです。怖い。生徒からの贈答品は受け取りかねる。あら、でも、真面目。あ、そう、いや、贈答、いや、宿題は贈答品とは言わない。贈答品、そうですか。以上だ。はい、インスタストーリー行き。はい、小文字。透明度を強め。背景に紛れてなんか文字書いとく。うざ。氷室うざって書いとこう。え、宿題だったらよくない？いや、万年筆で贈答品って言われるのはまだしも、宿題ぐらいだったらよくないですか？始まった。おい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 、俺のメンタルボロボロの状態で文化祭だぞ、今、キッズ。この文化祭、キッズ。今日は文化祭。私たちのクラスは喫茶店の模擬店だ。急いで準備をしなくちゃ。これ何？え、これさ、成功とか失敗ってあんの？あ、意外と繁盛してんな。お待たせしました。ホットコーヒーと紅茶とアイスココアと、はあ、忙しい。いや、姉ちゃん。あら、あ、つくし、応援に来てくれたの？珍しいもの見たさにさ、姉ちゃんのエプロン姿なんて普段は絶対見られないのに。何？一人で来たの？高校に。もしかして情報収集かい？ほっといてよ。それでご注文は何になさいますか？俺、オレンジジュースとチーズケーキね。もち、姉ちゃんのおごりでね。うわ、生意気に見えるけど可愛い。こんな、いやこんな可愛い男、何でも買ってやるけどな、俺だったら。少し何でも俺買ってやるぞ。そう言うと思った。なんかいい情報くれ。ごちそうさま。うん、やっぱただはいいね。我が姉に感謝感謝。いいな。はいはい。でもさ、用意する手際も良かったし、うん、姉ちゃん接客に向いてるのかもね。当たり前でしょ、バイトしてるんだから。言っとくけど、もうおごらないよ。チェ、せっかく褒めてんのにさ。おごられようとしてたのか。あれ、本当に褒めてくれたのかな。なんだこの可愛い弟は。こうして今年の文化祭は終了した。え、なんか目玉が何もなかったぞ。なあ、ただの兄弟での絡みしかなかったぞ。喫茶店も大盛況だったし、すっごく楽しかったよ。なんかあんの？これで、これで、なん、何？文化祭大成功からの、そうだ、もうデートだ、もうデート。文化祭のイベントなんもなかった。セーブします。私はセーブしますね。打ち上げのデートいいの？私にとって文化祭は前夜祭みたいなもんなのよ。これからが私の文化祭なのよ、本当の。あー、足りないんだった。ここから始まる私の本当の文化祭。開始30分にしてもう、確かに今日デートするっていう目標が達成した。今回はトラウマじゃない、本当にときめきメモリアルだ俺の。じゃあ
行くよケータマ、格好は万全、格好も準備万端、行ってきます。よし、いいよね。行ってきます皆さん、終了。これでよろしいですか。はい。はずきくん、まだ来てないみたい。あ、待たせたな。あら、なんかあれだね、ファッション誌の写真撮ってる時よりだいぶおしゃれな感じする。やっぱファッション誌ってちょっとぶっ飛んだ格好で撮るもんな。いや待ってない、今来たとこだよ。うん、私も今来たところだから。そうか。うん、気づいてんのかな、俺が今来たところじゃなくて4時間前に着いてたってこと。その服、何ケータマ、何、え、似合うな、そういうの好きだよ俺。あケータマ、ケータマも、はい、脈あり、はい、もう俺の彼氏決定です。はい、彼氏も、はい、ケータマ、ケータマには悪いけど、もう俺友達に言いふらすね。多分両思いなのって。もう別に私告白してないんだけど、あっちから好きだよって言ってきた。もう今ケータマ好きだよ俺って言ってきてるからね。これ服のことじゃない、服のことじゃない、きっと。もう恥ずかしがらなくていいのよケータマ、服じゃないんだろ、本当は私のことが好きなんでしょ。そうやっていろんな女に言ってないよね、誰にでも言ってないよねケータマ。よかった、この服葉月くん気に入ってくれたみたい。よし、開演時間だ。うん、え、プラネタリウム真っ暗だよね、手つなぎながら星見んのかな。うん、ちょっと手つないじゃん。この席が一番よく見える。そうなんだ、どの席でも見えると思うけど。そうなの。多分、多分なんだ、適当なこと言わないで。始まった。このブーっていう音ちょっと俺テンション上がるんだけど、最初ビクってするけど。北斗七星の絵の曲がり具合に沿って伸ばしていくと、あ、ケータマ眠くなってきたかも。北斗七星、牛飼い座のアークトゥルスを通り、はい、白い明るい星にぶつかります。そうなんですね、眠くなってきたかも。これが乙女座の一等星スピカです。あれ、これなんか聞かなかった、あれなんかこれ前回聞かなかった。なんか似たようなこと聞かなかった。本日の上映は終了いたしました。これなんか似なんか聞かなかった、似たようなこと。いいな、プラネタリウム。うん、うん、前に来た、あ、なんでもない、なんでもないよ、初めて私も見たこれ。うん、初めて来た、よかったね。え、あの星の光は何億年前の輝きなんだよね。ごめんなさい、私途中で、あ、これ絶対ダメ、これ絶対ダメ。確かに素直に言うのは偉いと思う、でもこれは良くないだ、うん、これは嘘つこう。きらめく星々、ロマンチックだったよね。ロマンチックかな、やっぱりロマンチックか。あの星の光の輝きは、あの星の光かは何億年前の輝きなんで、これどっちだろうな。いきます、ロマンチックに。あ、ここにいると落ち着く。ねえ、うん、いい感じだよね。今日は楽しかった。うん、と思う。思うはいらない、余計な一言言うな。じゃあ、え、現地解散。え、ケータマ現地、ケータマあんまいない、そういうタイプあんまいないかなって思うんだけど、現地解散、え、現地解散。ケータマ、せめ、あの家まで、ケータ、あ、ケ、あ、なんかさ、自分が世界の中心だと思ってんのかな。あの、なんだろう、は、なんで送んなきゃいけないのみたいに思ってるってこと。何も考えてないの。現地解散ってあんま見ないよね。え、せめて、せめてさ、駅、あの、家までじゃなくていいから、家の一番近い駅ぐらいまで送ってほしいんだけど。え、せめて駅まで送ってほしくない、せめてね、一番遠くても駅ぐらいまで送ってほしくない。ちょっとケイタマのデートは別でセーブもしとこう。一旦勉強をしちゃって、
あ、空模様が怪しいな。家に着くまで降らないといいけど。え、雨降ってきて、ケータマ、うわ、なんだなんだなんだ、すごい車、どんな人が乗ってるんだろう。あれ、理事長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 、お嬢さん、よかったらお乗りなさい。うわ、余裕のある完璧なエスコート。え、違う違う、これは G ルートじゃないのよ、これは池王 G ルートじゃないのよ、こっちの G ルートじゃない、こっち池王 G ルートなのよ。前のギャリソン伊藤、ギャリソン伊藤は G ルートだけど、こっちは池王 G ルートなのよ。え、今にも降り出しそうだからね、家まで送ってあげよう。何、私だけ特別扱いしてくれるってこと。あ、さ、早く、まだ名前も聞いてないんですけど。は、はい、危ないよ、なんかこれ、いや、一歩間違えば、ゲームだから許されるけど、一歩間違えば誘拐になっちゃうからね。送ってくれてる。ん、うわ、外車だ。どうかしたのか。左ハンドルだ。可愛い眉間にシワを寄せて。なぜ見えている。眉間にシワを寄せるときがルームミラーで確認してんのか、それとも右目でチラッとこっち見てんのか。いえ、私、知らない人の車に。そうだよね、絶対そうなっちゃってるよね今。なんだそんなことか。いやいや、それは深刻な問題だ、ね、そうなんです、深刻な問題なんですよ。え、安心しなさい、大丈夫だよ。それに私と君は前に会ってるよ、ほら、魔法の教会。いい声すぎない。ねえ、このいや、そんなみんなかっこいい人たちだからなんだけどさ、登場キャラ全員いい声すぎない、さすがに。いや、それはプロの声優さんなんだけどさ、みんなね、いい声すぎんか全員が。あ、はい、確かに魔法の教会で合ってるね。さあ、到着しましたよ、お嬢様ね、無事に送り届けたろう。うわぁ、ちょっと、いやー、こういうのに弱いのもあるね。ケータマなんて現地解散だからね。しかも雨降るか降らないかも分かんない状態の私を助けてくれたわけでしょ。全然、うわ、すごい差がありすぎる。ありがとうございました。それから、ごめんなさい、私、疑っちゃって。いいさ、レディはそれくらい慎重でちょうどいい。じゃあ私はこれで、またね。慎重じゃないのよ、知らない人の車に乗ってる時点で慎重じゃねえんだよ俺。うわ、送ってくれた。そして、あそこで歩きながら本読んでるのは、誰だっけこの子、メガネくん、メガネくん、この子ね、この子メガネくん、どうしよう、メガ、メガネ、森村くんだよ、メガネくん、メガネくんって表示出る前に言ってたらメガネくん出てきちゃった。森村くん、まずは森村くんで行こう。いや、メガネくん絶対嫌だって。メガネくんってさ、なんか勝手な偏見だけどさ、メガネくんってメガネくんって言われることにちょっと嫌だと思うのよ絶対。一回森村くんで行くわ、ちゃんと冷静に。で、とりあえず喫茶店とかに呼んないで一回一緒に帰ろうって誘うわ。どういう話をするのか気になる。森村くん、何読んでるの。何読んでんだろうな、歩きだから難しそうな本読んでそうだよな。ワンピースとか言わないよな。あ、金谷さん、これですか。ただの参考書ですよ。参考書読んでるんだ。一緒に帰ろう、いいかな森村くん。ごめんなさい、今日はどうしてもこの本を読みたくて。おい森村、私が話しかけてんだぞ。なあ、お前どうせいつも一人ぼっちなんじゃねえのか森村。せっかく女の子が勇気出して一緒に帰ろって悟ってんのによ、本はいつでも読めるだろ。私といつでも一緒に帰れるか。違うよな、違うだろ。やばい、ごめんなさい、私の心の中の舞妓、いや舞妓ではない、豊田議員が出てしまいました。
くぞ。読書の邪魔しちゃ悪いよね。せっかくですけど、それでは失礼します。仕方ない、一人で帰ろう。歩いてった。俺の中の妄想ストーリーね。じゃあ失礼しますって言って、参考書を見ながら歩いてく森村の背中に中指立ててやったわ今。グラッてヤムチャみたいに消えろってぶっ飛ばされんうちになって言ってスッて中指立ててやったわ。くっそー、一回ちょっと情報聞きに行こう。つくしちょっといい？姉ちゃん開いてるよ。開いてなかったけどな。好感度を見たいから知り合いの評価聞こう。これでこんな感じだよ。え、なんでケイタマそんな上がってないの？なんでケイタマそんな、絶対嘘嘘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 嘘、これ嘘だと思う。だってさ、だってさ、今のメガネ君とケイタマ同じ評価ってありえないとは思うんだけど。え、なんでケイタマデートまでしたのに三原色と同じなの？まだ藤井が高いのかい。これチア部？え、これチア部に仕込まれてる？他にも聞きたいことある？ね、つくし、今のさ情報アップデートしてる？ちゃんと。そっか、デートを何回もしなきゃ評価は上がらない可能性が高いんだね。で、かつ勉強をしてたくさん、今勉強をたくさん、あ、いい、勉強めっちゃ上がる。あ、ストレスだって上がってたの。だったらこれケイタマと何回もデートしてもいいっすか？どっち、あ、パラメータを上げた方がいいですよと私の放送に来ました。ときめもガチ勢が来ましたね。ときめもガチ勢が教えてくれてる、教えてくれてる。デートを何回もするよりも、うん、パラメータを上げた方がいいよと。だからちょっと一回振りまいきます。出かけて公園通りだったっけ、あった、フリーマーケット。こういうイベントは前回はなんか密かの服しか手に入れなかった。いや、手に入れてねえんだわ。ちょっと、ちょ、今回おしゃれなやつ欲しいわ。密かの服じゃなくて。いらっしゃいませ。なんかやべえ店来ちゃったな。何がある？え？きつい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 って。高校生の女子に半袖のパーカーはきついって。何半袖のパーカーって。半袖のパーカー、半袖のブラウス。あ、まあまあまあ、これはちょっとね、時期によっては時期によってはみたいなところあるけど。あ、お、お、お、薄手のカーディガン。あ、薄手のカーディガンね。赤ちゃんの服って言うな、あんまり赤ちゃんの服って言うな。薄手のカーディガンにマーメイドラインスカート、おしゃれー。へへへへ、おしゃれ、おしゃれ。これリトルマーメイドじゃん。ちょっとセクシーな感じする。別になんか足を見せてるわけじゃないのにセクシーな感じしない？これスカートありじゃない？全身は？全身何？全身、あ、全身入らない。え、なんで下いけないんだ？シルクドレス。全身はシルクドレスなんだ。コスプレは？これかな。やっぱこれかな。これ着るムービーないだろ。服着る。たっけ。よく見たら50リッチ、50リッチ、万年筆50本分。万年筆50本分。ハロウィンだしねじゃねえ。今日確かにハロウィンだけど、ちげえちげえ。ハロウィンだしねじゃねえんだよ。今とリアルリンクさせんな。アクセサリーは？何がしたいんだ俺は。SM ブチ、 SM 上パシーケータマパシー。怒られる、コナミに。コナミに怒られる。皆さん、はい、おふざけ大好きっ子のみんな、
クマは買いません。僕はですね、ピュアがもし 80% ぐらいいってたら買おうかなって思ったんですけど、本当にやめてほしい層が 46% もいるんで、僕は買いません。本当に怒られるのが怖いんで買いません。おふざけ大好きっ子の皆さん、残念でした。店出ます。ありがとうございました。また来てね。うん、いい買い物したかも。よかった。相手はケータマだからな。あ、あそこにいるの、タマミちゃんだ。のんびりお買い物かな。え？ねえ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 、普通に引かれなかった今。キャーって音なんか今なんだか、今普通に引かれなかった、タマミちゃん。大丈夫？ちょっと危ないじゃない。もう何なのこの子。一番ムカつく。車側がこの対応一番ムカつくかも。タマミちゃん絶対飛び出すような性格じゃないもん。運転手側のこの対応一番ムカつくかもしんない。おい、ずっと動画撮ってネットにばらまいてやろうぜ。ごめんなさい。私、ぼんやりしてて。ぼんやりしてたんかい。タマミちゃん。ああ、危ない。もう少しで跳ねちゃうとこだった。そんな軽く言わないで。この須藤さん。須藤さんいいな。ちょっと俺須藤さんいいなって思ってる。ちょっときつそうなんだけど、きつそうなんだけど、二人きりになってきたらなんかめちゃめちゃ甘えてきそうじゃない？この須藤さん。須藤さん。あ、キヨさん。乗っ取られたんか。体乗っ取られたんか、お前。体乗っ取られたんか、今。もう、許してあげなよ。謝ってるじゃない。何よ。この子の肩持つつもり？うん、持つよ。今に関しては危なかったんだからね。引いたら引いたで君もとんでもない目に遭ってたんだからね。だってそんな大きい車でこんなところに入ってくる方も良くないよ。あ、偉い。ちゃんと厳しく言ってる。そしてこの須藤さんは普段怒られ慣れてないだろうから響くんじゃないの？キヨコちゃん。いいの。私が悪かったから。今度。あら。あらあらあら、あなたたちお友達なの？あれ？そうですけど、お友達ですけど。うん、そうだよ。ルイは友を呼ぶってやつね。ボケボケチームって感じ。あー、わざとそうやって強がらない方がいいぞ。あんま誘えて、なんかなんだろう、相手を傷つけるようなことを頑張って言おうとするな。なんか逆に弱く見えたりかわいそうに見えてくるよ。ボケボケチームとかわざと人を傷つけようとする必要はないよ。なんかかわいそうな子ってなってくるよ、須藤ちゃん。須藤ちゃん、うっ、お前ダメージ負うな。ダメージを負うな。キヨコ大丈夫だ、こっちに俺がついてる。お嬢様、ジルト、そろそろ参りませんと。ジルト来た。わかってる。じゃあね、お二人さん、オルボア？オルボア？さよなら。皆様、どうかお気を悪くなさらぬよう。それでは失礼いたします。うわー、ジルト、ギャリソンと目めっちゃピュアだな。ピュアで思い出した。ケータマと次さ、デートさ、ギャリソン伊藤の目くり抜いて持っていけばいいんじゃない？あれめっちゃピュアな目してなかった？ギャリソン伊藤の目くり抜いてケータマンにさ持っていくとき、なんか、あ、イヤリングにしようぜ。ピアスか、ピアス、ピアス、ギャリソン伊藤の両目を両方のピアスにして怖っ。ジルト行っちゃった。タマミちゃん大丈夫？うん、よかった。じゃあね、気をつけてね。一緒に帰ってあげればいいのにね、せっかくなら。減塩旅団みたいなことすんな。キヨコいいな。目集めてんのかな。キヨコちゃん、助けてくれてありがとう。もうキヨコちゃんの呼び方ちょっと慣れてきたかも。一緒に帰ればよかったんだけどな。で、ストレスは十分。まあ、学力は、ちょっと学力とりあえず80までしたい。学力一旦80まで上げたいです、私。あれ？有沢さんだ。あ、有沢さんは、アリリン。有沢ちゃん、姉様。有沢さんは、
有沢さん、これはどういうか、メールを見ろってね。こういうのゲームで慣れてるとすぐなんかさ、デートとかさ、勉強とかすぐ押しちゃうね。有沢さん行ってみっか。もう一緒に帰ろうって言ってみっか、せっかくなら。有沢さん、キヨさん、あなたも今帰り？なんか大丈夫か、一つ一つのワードが変に聞こえたぞ今。あなたも今帰りじゃなく、あなたも今帰りってね、一緒に帰ろうよ。ごめん、今日は図書館に寄って勉強するつもりだから。有沢ちゃん、なんだろう、まあ、もうちょっと人付き合いをさ、いやせめてね、別に有沢ちゃん、アリーそっか、じゃあ無理沢ちゃんだね、なんつって。キヨさん、大きなお世話かもしれないけど、あなたももう少し勉強してみたら？あ、はい、仕方ない、一人で帰ろうって。グッて今中指立てたわ、今グッて立ててしまったかも。有沢ちゃんにもグッて。スケジュールを見ましょう。冬になりました。冬、何これ、何これ、またテストかい。ただ俺勉強を今してるわけで、クリスマスパー、クリスマスパーチー、クリスマスパーチーがあるの、すでに、すでにクリスマスパーチーがあるのからの冬休み開始、クリスマスは冬休み開始イベントなんだ。で、バイトは、アルバイトは、嘘でしょ、12月31日年越しもバイトするの偉いわ。こうやって年越しにね、働いてくれる人がいるから楽しめる人もいるっていう風な、俺はそういう風に思ってるから偉い、偉いよ。デート、メール見る、まずメール見よっか、まずメール見よっか。ドレスが必要、ドレス買わなきゃいけないの。清子様、突然メールを送らせていただく、失礼を許してください。ギャルさん、伊藤でございます。なんでメールアドレス知ってんだ。民店が未熟なために大変失礼いたしました。確かにギャリソン伊藤が引きかけたんだもんな。あなた様も、ご一緒さん、お嬢様もご縁がない、ありませんでしたでしょうか。また、ぼんやり小だぬき姉妹。おい、なんだ、誰がぼんやり変える小だぬき姉妹だ。大変失礼なことを申し上げたように、それ書くな。ギャリソン伊藤、メールでわざわざぼんやり小だぬき姉妹って打ったんだろ。打たなくていいんだよ、それ。長文だな。ご容赦ください。大変心を痛めていらっしゃいます。そうなんだ。大好きなお休み前のクレームブリュレも召し上がる。クレームブリュレ、何クレームブリュレって。その際に、あ、そうなんだ。じゃあそんなになんか傷ついてたってことなのかな。ぼんやりこだるきしまえ。クリームブリュレじゃないんだ、クレーム。なんか現地の言い方なんじゃない、これもしかしたら。誰、ああ、おしゃれなメール、おしゃれなメール。最近勉強ばっかり、もっと遊ぼうよ。抜けかけ反対、はあ、むなしい。今度は勉強教えて。めんどくせえ女、めんどくせえ女じゃん。あ、待って、メールのタイトル、あーんってない。メールのタイトル、あーんって何なんだよ。読めねえ、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 読めねえ。はあ、何これ、な、はあ、日本語で書けよ。何これ、千春、くそ、何書いてるか全然わかんねえぞ。何の文章だよ、なんて書いてんの。誰か訳してくれよ。学ランしか読めねえよな、あ、学ランしか読めねえよ俺。英語の長文はきついって。英語、間違いメールかな、どうしよう。うわ、新たな出会い、これは返信したら新たな出会いが来る。間違いメールであったことを返信するよ、返信していいっすか、間違いメールであることを。やっぱり返信するべきだよね、行こうぜ。大切なメールかもしれないし。辞書辞書、えらい。私の名前は清子です。あなたのメールは。ちゃんと返したな。なんて最後打ったんだろうね、えらいな。なんか使っちゃいけない英語とか勝手に使ってないよな。はい、詐欺メールに引っかかりましたね、完全に詐欺メール、チェーンメールに引っかかりましたね。
このメールを他の5人に渡さないとあなたは呪われますみたいな。なんでメールが俺が呪われる権限持ってんだよって思うんですけど。買い物するね。確かにドレスが必要って言ってたもんな。ドレスはショッピングモールか。ちょっと待ってね、公園通りはここなんだ。やべえ、こういう時になんでお前らそんな知識あんだよ。絶対ねえ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 、今コメントでさ、ソフィアソフィアソフィアって今なんか200個ぐらいソフィアって流れてる気がするんだけど、絶対この中の 30人ぐらいはさ、ソフィア、ソフィアなんだ、とりあえずソフィアって打っとこう、カターンって打ってるやつ絶対いるでしょ。絶対ソフィアって知らんくてさ、ソフィアカターンって打ってるやつ絶対いると思うんだけど。ソフィア、いや松岡充のソフィアじゃないのよ。いらっしゃいませ。ドレスなに、ラブラブカップルのエプロンじゃん。ねえ、ラブラブカップルの裸エプロンじゃん。きついって、絶対後ろ裸で料理する感じになっちゃうって。きついって、おい、なんでこれの色地しかねえんだよ。きついフリマのドレス買えばよかった。確かにフリマのあのマーメイドドレス買えばよかった。確かにマーメイドドレスに比べたらなんだよこのドレス。ドレス買うのを別日に移すっていうのどう。ちょっといい案じゃないこれ。今日のこのドレスはやめといて別日にドレスにしよう。買いません、今日はやめる、店を出る。ありがとうございます。ウィンドウショッピングで今日はいい、また今度来よう。もったいないタイを使った、そろそろ家に帰ろう。違う、これのために、はい、イベントを起こすために今わざとウィンドウショッピングしました。ギャッ、行った駅だったら引かれてんだけど、危ない。誰いや、孫悟飯の声なのよ。って倒したと思った敵が生きてた時の孫悟飯の声なのよ。いたたたた、え、ぶつかっといて何もないの。何、ごめんなさいって一言ぐらい謝ってもいいじゃない。どういうことなんだろう。シガシンゴじゃないのよ、出てるわけないのよ。逆にシガシンゴはもしかしたらこの今のときめるもののキャラをもしかしたらイメージして作られたぐらい、俺もなんとなく一瞬パッて思ったけど。黙れって言ってくんだよ。だとしたら帰ろ。この BGM おしゃれすぎ。ちょっと一旦セーブするね。新しい、これニューって出てんだ。来た、なに、チャル呼び捨て。キヨコ、迷惑かけてごめんなさい。私の両親アメリカにいる。そこに私メールしようとした。あなたのメールアドレス、私の両親と一文字違うだけ。私メール間違って送った、ごめんなさい。しかしあなたからのメール嬉しかった。あなたとても丁寧なメールを書いた。怖い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 、次全部私って縦読みしたら怖いって。感動した。私日本に一人で住んでる。私日本語ほとんど。あれ、さっきのじゃん。さっき、ごめんなさいって、日本語が分かんなかったから話せなかったんじゃないか、もしかして。毎日とても不安、日本人優しい、でも私コミュニケーションできない、でも壁はできる。何お前うまいこと言ってんだ。どうしたらその壁壊すことできるのかな。私また変なメール書いてしまった、ごめんなさい。千春、千春、とにかく日本の一人暮らしに困ってるっていうことだよね。力になるよ。これも何かの縁よね。力になってあげよう。いいこそ。でもごめんは言わなくても総理ぐらいわかりますけどね。さすがに私は高校生だって工藤新一。嘘ついといて。ブティックジェス。あれジェスってさ、違うよね。
ジェスじゃねえんだよな、俺が行きたいところは。セールを見とくとジェスね。ジェスは全品 35% オフ、12月23日の1日のみ。ここってさ、ドレス売ってないよな、きっと。ドレス売ってんのかな、23日セール。ソフィアだもんね。やっぱ道民ってちょっとスキー上手いイメージあんじゃん。俺スキーじゃないの、俺めっちゃスケート上手いの。どうでもいい情報でしょ。勉強、恋愛、まあ勉強は、いや4回転とかそっちタイプじゃない、普通にね、滑るだけ。早い、カーブも何もかもが早い、俺はスケートが。でもすぐ腰を痛くする。じゃあ今ストレスもたま79、60、ストレス大体75ぐらいにしてやってみようかな。じゃあいきますね。はい、再開します。なんか動画のこっから使うみたいなトークとさ、生放送だけのトークみたいな、そこももうなんか自然と、なんだろう、職業病なのかな。こっからは動画で使うぞみたいなさ。ちょっと俺学力上げとこうかなと、ひたすらに。なんで上がんねえの？ね、今回学力上がる週なんじゃないの？あれ？たまみちゃんはいけるでしょ。もうこれたまみちゃんで言っていいんじゃない？ちょっと上がってなかったっけ評価。ちょっと評価上がってた気がするんだけど。え、運動上げた方がいいのかな？低いのかな、セータス。一緒に帰ろう。喫茶店までは誘わないから。たまみちゃん。今、帰りなの？なんか慣れてきたね、このキヨコちゃんの言い方。ちょっと慣れてきたね。ね、一緒に帰ろうよ。こんなにワクワク楽しく誘ってんだから来るだろう。うん、私も一緒に帰りたかったの。何話す？じゃあ行こう。何の話しよっか。テストもうすぐだね。勉強をはかどってる。真面目なトークじゃの、真面目なトークじゃの。これはいつの時代だ、テレビの相乗りの話しようぜ。なあ、相乗りの話しないか。うん、まあぼちぼちかな。ね、相乗り見てるって。ヒデ面白いよねみたいな。ヒデ面白いよね。古い俺の話題が。ヒデ面白いよね。伝わらんね、ほとんど。絶対伝わらんね。私も。でも早く終わってほしい。部活行きたいから。あ、ね、相乗り、うん、なんだろう、まあ、普通に恋愛、よくあるさ、恋愛の、なんか、なんだろうね、恋愛バラエティみたいな感じを。今だと、今の高校生とかで言うと、なんだろう、あのアベマとかでやってるやつじゃない、アベマとかでやってるやつかな、なんか狼軍団を食べたいみたいなやつあんじゃん、あれだと思うよ。早く終わってほしいよね。あ、部活真面目なんだな。そうなんだ、テストか。頑張らなくちゃ。頑張んなきゃいけないな。行こうか。ちょっと勉強、運動上げとく。でもさ、今ちょっと待って、あ、買い物は23日でいいと思うんですよ。俺お金も大事にしなきゃいけないから、23日にドレスをどっちにしろ買いに行こうぜ。その方がいい気がするんだよね。テスト前はゆっくり寝よう。これ大事。今日から期末テストだ。語学のテスト。いい。あ、来た。やっぱ80超えてるからじゃない。80超えてるからじゃない。あ、メール見とけばよかったね、ごめん。あ、頭いい。やっと今日のテストが終わった。あれ、何あの人だかり。なんだ、誰が来てるんだ。あら、問いさんですか。そこは教科書64ページの第3公式を応用して。モブが、モブもしっかり描かれてる。モブもしっかり描かれてるよ。メガネくん、モブもしっかり描かれてんじゃん。他の後ろ2人誰、後ろ2人誰。お前らも、そっか。なんでこんなところでテスト勉強の話してんだ。問い6ですか。僕は B にしました。はい。なんで B にしたかの理由教えてよ。森村くん、何やってるの。あ、金曜さん。あ、一番ナチュラルだよね、森村くんの。キヨさんってみんなで今日のテストの答え合わせをしているんです。へえ、ここでなんだ、変わってんね。はい。森村、ここの答えは。うわ、モブ。あ、はいはい。
問い7ですね。これは森村くん、気づいてないかもしれないから言っとくね。多分森村くん、テスト期間以外はこの後ろのやつらから興味持たれてないだろうから、気をつけて、気をつけて森村くん、あくまでテスト勉強のための道具として使われてるだけよ。森村くん気をつけて。答え合わせっていうか、森村くんがほとんど一人で答えてるよ。え、あれ、そうでしたか。うん、左のやつはどこ見てんだ。親切なんだね森村くん。いえ、そんな。でもその親切って時には自分が傷つくから気をつけなよ。テストが終わった後の不安な気持ちって誰もが同じですから、それだけです。森村くんは優しいんだな。やっぱり森村くんってすごいや。森村くんすごい。俺めちゃめちゃ勉強できる子になってる。絶対芸術もいい、高かったもんな。あー、技術だけ良くなかったか。テストの結果が発表されてるみたい、見に行かなくちゃ。俺関係ない話していい？大嫌いになったんだっていうどうでもいい話してやったから動画ではカットしよう。テストの結果が発表されてるみたい、見に行かなくちゃ。俺めっちゃ高いんじゃない？56位か！ケータマたっけ！ケータマバケモンじゃん。ケータマバケモンじゃん。ケータマバケモンじゃん。95、98、99、96、97、すっげえ。こんな M1 でも、いやもう決勝絶対、残り3組決勝に行けんじゃん M1 だったら。ケータマ、ふむふむ、こんなもんでしょ。ムカつくな。キヨ、うわっ、あ、氷室先生。可もなく不可もなし。さあこれから君はどうする。これ56位って結構頑張ってたんですけど、かもなく不可もないっすか。うん、もっと頑張ろう。いや、そう、口に出して言え。どうするって言われてんだから言葉にしろ。結果的にお前シカトして帰ってんだぞ。56位って高くない？普通に高いと思うんだけど。ここ月曜日祝日でここ絶対買いに行くからね。確かに誰も俺のこと気をねえって言わないな。一回ちょっと待って、もう、ねえ、皆さんちょっとごめんなさい、テンパりました。ごめん、完全にテンパリングしました。あのさ、ちょっとみんなに聞くわ、ここは。このさ、ブティックジェスあんじゃん。23日に買いに行った結果、ドレスが売ってないっていう可能性はない。さすがにないと。OK、売ってると。わかった。じゃあ俺は23日に行く。で、運動不足なんで、これ完全に視聴者と一緒で運動不足なんで、ちょっと体動かします。だいぶ上がったな。4上がったぞ今。ちょっと待って、体動かす。俺のパラメータなんか高くね？なんか俺のパラメータ高くね？黄色。お前また出た。はい。あ、氷室先生。よく似たウェイトレスがいると思ったら、やはり君か。はい。あ、俺はジョギング続いてますよ。アルバイトも結構だが、学業がおろそかにならないように。何、ちょっと気になってんでしょ。氷室先生、私のこと分かってたんだ。喫茶店で働いてるっていうこと、わざわざ来てそんなこと言って気になっちゃってるんだね。気になってんだが、運動60まで来た。22日なんで一旦セーブを入れよう。23日の買い物失敗しないためにこまめにセーブを入れるようになった。バイト OK なんだね。バイトバレてんのに全然 OK なんだね。許してくれるんだな。全然許してくれるんだな、氷室先生。これもしかして氷室先生に俺好かれてるルートはない？さあどうしようか。デートはまだ、クリスマスパーティーが必要だから。80とかにした。あ、メール来てるね。確かに。メール見よう。ガソリンスタンド接客。おい、お前ら俺にこのガソリンスタンドのバイトの募集を見せたくて送って、今コメントでそんなに書いたのか。
みんな見て見て、キヨ早く見て、キヨガソリンスタンドのバイトの募集来てるから絶対見てって。そうまでしてきっとお前ら千春からの返事を待ってたんじゃないのか。おいおい、そんなに焦んなよ。まったく、お前らあれだろ、好きな人との LINE すぐ返事来ないからってすぐ期待するタイプだろね。既読はついてんのになんで返事来ないのみたいな。え、既読つけてからだいぶ時間空いて返事来たって、じゃあ私も逆にそれ使ってやるみたいなさ。あ、私も既読はつけるけど返事はちょっと時間を空けてから返すもんねみたいな。相手が1時間空けてくるんだったらこっちは1時間20分空けようみたいな。絶対そのタイプだろ。へえ、バレバレなんだよ。どうしよっかな。本当にやめてほしい。アンケート取ってねえんだよ今。キヨの偏見は本当にやめてほしいじゃねえんだよ。どれやろうかな。これ今どれやっても同じ気がするから、とりあえずステータスなんか上げときたいな。まあとりあえずは俺は運動するわ。体動かす、ひたすらに買い物行ってきます。はい。ジェス、あ、ジェスどこだっけ。ジェス、あ、来た。じゃあこれで、あれ、ちょっと待って、選択できない。あれ、ちょっと待って、選択できない。なんで、あ、選択できた。なんだこれ、なんだこれ、なんか、あ、これ、オッケー、行きます。ブティックジェス、配信今日何時まで。あと20分ぐらいときめもやって、20分ぐらいラジオやろうかなと思ってるぐらいですかね。行ってきますね。ドレス、いらっしゃいませ。んー、やる気ねえな。ちょっと高貴な感じなのかな、ここは。ドレス、あった。あら、クリスマスパーチンにはちょっと、なんだ、かっこよすぎんか。なんかちょっとあんま見なくないか。かっこよくないか。いや、いいのよ、全然かっこいいんだけど。うん、宝塚セットアップ巻きスカート、うわっ。流れてきた、ここに。うわっって言っちゃった。うわー、これ引かれちゃうからな、絶対鍵盤引かれちゃう。ボンテージジャケット、あれ、なんかケイタマこんなの着てなかったっけ。晴れ着なんてあるんだ。へえ、たっけ。ちょっとセーブしたからさ、やり直すのありかい。前の日にタイムリープしていい？東京リベンジャーズしていいっすか？東京リベンジャーズしてドレス買うためにタイムリープするんだって。配信だから許されるこの行為。前の日、そのためにセーブしてんだからね、結局俺は。ありがとうございました。すいませんね、ウィンドウショッピングで。ここ動画カットしよう。あたかもいきなり来たかのようにしよう。皆さんもね、恋人ぐらい作って、クリスマスはさ、動画とかネット見ないで恋人とさ過ごせるように頑張ってくださいよね。え、本当にクリスマスの昨日の動画見てましたみたいな。笑っちゃうぞ俺は。これ絶対動画でカットするわ。はい。公園通りだったよね。ソフィア行きます。頼む。いらっしゃいませ。店員さん変わった？新しい店員さん？ドレス！かわいいの！かわいいのがいい！さっきかっこよかったから、かわいいのがいい！かわいらしいピンクでいくから、みんなは赤がいいとは思うかもしれんけど、俺はもうピンクでいくって決めた！買っちゃえ！ありがとうございました。うん、いい買い物したかも。買っちゃった。今日は羽ばたき学園理事長の自宅で開かれるクリスマスパーティーにお呼ばれしてるんだっけ。パーティーでプレゼント交換会があるって言ってたっけ。早速買いに行かなくちゃ。さて、ここだよな。何にしようかな。これ何買えばいいんだろうな。うーわ、あ、物じゃねえんだ。その物ではあるけど、なんだろう、何を買うとかじゃなくて高いか安いかなんだ。見え張ります。わお、あ、こっから出てくんだ。え、これさ、え、
ケータマンどれ欲しいんだ。オルゴール、陶器のランタン、テーブルクロス、1分の1、ドクロクマ。ちょっと待って、ちょっと待って待って、1分の1ドクロクマさ、1分の1ドクロクマにさ、ちょっとさ、何それって思うじゃん。でもさ、クリスマスパーティーのプレゼント交換会でさ、テーブルクロスいらねえだろ。テーブルクロス誰が言うんだよ。いや、ケータマン、いや、オルゴールか。おい、お前らも悩んでんじゃねえか。お前らもめちゃめちゃ俺はガラスなのよ。買ってる最中に持って帰るな。さて、プレゼントも買ったし、一度家に帰って着替えよう。裸エプロンにガラスの一輪だし、クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。あれ、ピュアって出てない。ピュアって出てる、ね、ピュアって出てるよこれ合ってんじゃない、これもしかしてこれもしかして合ってんじゃないのピュアピュアどこがピュアなんだよ。裸エプロンの裸、ちょっと待って、お前ら勘違いすんな。裸エプロンじゃねえのよ、あれ。裸エプロンのどこがピュアなんだよじゃなくて、裸エプロンじゃねえのよ、あれはこれ前使ったか。じゃあちょっとコンパクトミラー持っていこうかなって思います、今回は。待ってね、そうだね、アクセサリーはもうこれでいいな。はい、行ってきます。裸エプロンにコンパクトミラーちゃんと下に着るよ。下当たり前で着てくんだよ。準備 OK。 あ、ちょっと待って、危ない。ギリギリ間に合った。多分間に合った気がする。間に合ってない。あ、延長できたかも。危ねえ、ごめん、延長ギリギリ間に合ったわ。30分延長しとくね。準備 OK。 クリスマスパーティーに出発。皆さん、今回のときメモのラストは、私の今回のバートのラストはクリスマスパーティーで終わりますよ。どういうエンディング。今日の俺調子良くない？めちゃめちゃ調子良くない？うわ、理事長の家えぐパ、うわ、浮く浮く、俺の格好浮くって。あれ、何か始まるみたい。紳士淑女の皆さん、本日はようこそこの天の橋邸。来た、天の橋さん。どうか皆さん、今夜はゆったりとおくつろぎください。天の橋さんって言うんだね、理事長。そして心ゆくまで楽しみましょう、このクリスマスイーブを。楽しもう。メリークリスマス。メリークリスマス。メリークリ。反響しすぎだな、ここ。もうちょっと物置いた方がいいんじゃないか。すっげえ空間でやってんな。キヨネよねいつからその呼び名に変えた不思議いつからお前はその呼び名に変えた気よね不思議。かわいいじゃねえか。なんかかわいいな、チャイナなのか。かわいい感じの格好してんじゃねえか。似合ってんな、不思議。あ、不思議さん、メリークリスマス。そうかな、後ろは見ないで。あ、そうかな、やっぱそう言っちゃうよな。あー、私もそういうのにしとけばよかった。やめといて、やめといた方がいいよ。だいぶ攻めすぎちゃったから。ちょっと攻めすぎた原爆だと思ってるから。藤井さんに褒められちゃった。終わんねえよな、俺のクリスマスパーティー。ケータマにプレゼント渡していいからよ。あ、プレゼント交換会が始まるみたい。誰のプレゼントが回ってくるんだろう。どうせなら、え、ケータマのに決まってんじゃねえかよ、そんなの。ケータマ、よかった、いて。ケータマ、当たらないかな。これってなんか運とかあんのかな。でもどんだけ確率が低くてもケータマを狙うしかないの、私は。お願いします、ケータマ。おー、
君にはこのプレゼントをあげよう。誰のだろう。メリークリスマス。メリークリスマス。プレゼント、なんだろう。開けてみよっと。アイマスク。あい、いや、待って。ケータマン、あいつよく寝るよね。あいつよく寝るよな。ケータマじゃない。クリスマスプレゼントにアイマスクって絶対いらねえけど、でもこれよく寝るようなケータマ。これは もしかして、はっ、ケータマ。はずきくん、裸エプロンにアイマスク、そしてさっきムチを買っとけば本当にね、本当にお前ら もし次回トキモモやる機会があってコナミにさ、もうちょっとキヨさん行き過ぎてるんで一回ストップって言われたらどうする。お前らのせいだかんな。俺コナミに怒られても知らねえかんな。確かに大盛り上がりしてるけど、コナミもさすがに怒ってきたから知らねえかんな。ちょっとキヨさんやりすぎ、もうちょっと抑えましょうかとか言われたら俺知らねえかんな。葉月くん、それ私が交換会に出したプレゼントだ。そうか、あ、それ俺の。ケータマ、え、本当？これ欲しかったやつ。ラッキー。ケータマ、運命である。これが皆さんわかるかい。これは運命だったのだ。偶然ではない、必然だ。運命だったのだ。やった、すごく喜んでるみたい。幸せ。こうして2002年のクリスマスイブは終わったと思った時だった。うわあ、何今の悲鳴は。コナン、急にコナンやってくんねえかな。急にコナンやってくんねえかな。終わっちゃったか。なあ、最高！ときめもって最高だろ！おい、セーブしようぜ。幸せのクリスマスだった。絶対好きじゃん。ケータ。最高。いやでも一個分かった、一個分かった。何、ちょっとアイマスクして裸エプロンでムチ、ケータマのエッチ、ケータマのエッチ。